はい、S2000 の試乗インプレッション行ってみたいと思います。前期モデルの S2000 で走行距離が 118,400km ほど走ってきている S2000 になりますね。で、まあ、基本的にね、ノーマルで、そんなに変わっているようなパーツはないんですけど、一応ね、足回りは社外品が入ってます。ちょっとメーカーがわからないんですけど、車庫帳とかそういう感じではないですね。クラッチのつながりは特に違和感ない感じで、ミッションの方も特に大丈夫ですね。問題ない感じ。このねナビが、埋め込まれているので、このね S2000 の快適性あんまりないところに、まあ、こういう感じのナビが入っているのはなかなかいいですよね。でリアバンパーがですね AP1 後期のリアバンパー入って、テールレンズなんかも、そんな感じ変わっておりますので、まあ、後ろから見たらね、あれ後期型かなみたいな感じの仕様になってますね。でホロはですね、今ちょっとこれもされてたんですけど、まあ、今穴が開いてるので、ここら辺は、新品のガラスホロに変える予定です。まあ内外装ですね、結構綺麗な状態で、ボンネットだけねちょっとよくあるんですけどね、シルバーなんかはくすんできちゃう感じ、っていうのが出てます。ただまあそこぐらいかな。オプション BBS 入ってるので、やっぱハンドリングがちょっと軽いですね。これぐらいがちょうどいいですね。うん、加速の方も申し分ない感じですね。なかなか、ベースとしては、ね、楽しめる S2000 じゃないかなと思います。以上 S2000 の試乗インプレッションでした。